K2-229B は、乙女座の方向に、約340光年離れた位置にある K 型、主系列星 K2-229 を、交点している二つの太陽系外惑星のうちの一つである。K2-229B は2018年に、ケプラー宇宙望遠鏡の延長ミッション、K2 ミッションによる、トランジット法を用いた観測データから発見され、その後に、 チリのラシア天文台に設置されている高精度視線速度系外惑星探査装置によるドップラー分光法を用いた詳細な観測が行われた。その結果、K2-229B は地球の2.59倍の質量と1.164倍の半径を持つ地球型惑星であるとされた。主星から約200万キロメートルしか離れておらず、わずか14時間で軌道を一周している。 これは基地の太陽系外惑星の中でも特に短い高転周期である。主星と至近距離で公転しているため表面温度は約1、摂氏700度あるいはに摂氏000度を超えているとされている。大きさの割に質量が大きいため密度は8 9ム毎立方センチメートルにもなり、これは太陽系で最も密度が高い地球の約1.6倍で、 これに基づくと表面における重力の強さは地球の1.91倍になる。このことから K2-229B は内部に水星のような金属で構成された大きな核を持っている鉄惑星あるいは主星の至近距離を交点しているため大気が構成風によって剥ぎ取られて核が露出しているクトニア惑星のような天体である可能性が示されている。 ありがとうございます。